ハウスポート湘南。時刻は1時16分を回りました。ママポートスタジオのコーナーです。このコーナーはお母さんたちの活動を支援してつなげて、そしてお母さんの視点でまちづくりを考えていこうというコーナー、ハウスポート湘南さんの提供でお届けしています。もうおなじみになりましたこのコーナーです。今日もゲストをお迎えしましてお届けしていきます。今日のゲスト、小崎千穂さんです。小崎さん、素敵な今日はワンピースで来ていただきまして、こんにちは、よろしくお願いします。どうぞもうちょっとだけマイクの前に、はい、近づいていただきましてお願いいたします。ありがとうございます。緊張しています。そうですか、はい。もしかして手作りですか？そう言いたいところなんですがお店で見つけて、まあ、はい、素敵です。ありがとうございます。なんというふうにね、ラジオのものですからね、皆さんにお届けしていったらいいかというと、赤の字にお花の柄なんでしょうかね。そうですね、うん、お花なんですけど、これ実はグリーンもあってお揃いで、はい、はい、2枚持っていらっしゃるんですか？そうなんです。とても気に入ってしまって、気に入って、はい、よくそういう形で買われることがあるんですか？ちょっとデザインに惚れてしまいました、はい、そうなんですか、はい。その素敵な、ワンピースでお越しいただきました。そして今日はハウスポート湘南のいつも支えてくださっている佐藤社長もお越しいただいています。社長こんにちは。こんにちは、佐藤です。今日もよろしくお願いします。はい、さあ今日はですね、お母さん業界新聞の世田谷版編集長の小崎千穂さんですね。はじ、い、めまして、はい、こんにちは。お母さん業界新聞はいつもハウスポート湘南さんの佐藤社長からいただいて、私たちたくさんのお母さんたちにこう配っていますが、この世田谷版、はい、はい、今日もこちらの3階の子育て支援センターの方に寄らせていただきましたら、はい、たくさんベビーカーでお母様とお子様が遊びにいらしていて、とても東戸塚というところはお母さんたちの笑顔がいっぱいある街だなと思ってびっくりしました。はい、お母さん業界新聞もそちらの方にあるということで、こちら東京世田谷の方にもぜひそのお母さんの笑顔を広げたいと思い、うん、横浜のお母さん業界新聞からのれん分けさせていただきまして、発行して2年になります。のれん分けですね、はい、それぞれのところでこういう何番、はい、何番ってあるとお聞きしましたが、はい、じゃあ世田谷版はもしかして古い方ということなんでしょうか？割と真ん中ぐらいでしょうか、うん、はい、そうですか。なるほど。毎月、はい、毎月一度500部、印刷させていただいております。はい、どんな特色がある世田谷版でしょうか？はい、世田谷はこちらの方とまたちょっと雰囲気が違いまして、古い町、昔から住んでる方もいらっしゃったり、はい、それから若いご夫婦も多かったり、うん、いろんな世代の方がいらっしゃいますので、うん、お母さんから中高年世代までいろんな方に読んでいただいているような、はい、紙面を目指しています。はい、サイズとしては、はい、B4 サイズ、一面になってます。なるほど、はい、さあそしてお住まいが小崎さんも世田谷の、はい、ウルトラマンの街って書いてありますが、はいはい、もう今日のね、いろんな情報を私にファックスでお送りくださって、そこに似顔絵やイラストが書いてあって、はい、本当にきっとこういう紙面なんでしょうかね。はい、手作りアナログ感覚がとても好きなんですけれども、はい、新聞の方はどなたでも読んでいただけるようにパソコンで作っております。うん、そうですか、はい、でも絵などもイラストなどは時々ちょこちょこっと描いたりしています。そうなんですか、はいはい、ウルトラマンの街、はい、祖師ヶ谷大蔵、はい、聞いたことあります。はい、もともとウルトラマンを作ったつぶらやプロダクションがありました。はい、商店街がありまして、そちらウルトラマンのキャラクターでたくさんの人たちが遊びに来るような、うん、そんな街です。はい、はい、さあその世田谷から今日はね来てくださったわけですけれども、はい、このお母さん業界新聞と関わり始めたのはどういったきっかけなんでしょうか？
私はこちらの、先輩方のように、手仕事とかそういうことは全くできない、ワーキングマザーでした。なので全く子育てに関しては本当に他人任せ、うん、食事なんかも全然作ることが上手にできない、まあ、お母さんで自信のない時期がとっても多かったんですね、うん、今お子さんが、はい、うん、今、小学4年10歳になります。あ、そうですか、はい、ですので、まあ、ちょうど子育てが10年目ということなんですが、会社員としてずっと仕事をしていましたので、うん、地域に友達がいなかったりとか、それから、まあ、各家族でありますから、上の世代との交流もなくて、会社と保育園と家の往復、それは孤独な子育てをしていたような気がします。でその時に出会ったのがお母さん業界新聞でした、はい、全くその子育てに関しては自信がない、ワーキングウーマンとしては、自分はなんとなくアイデンティティがあるような気がしていたんですけれども、まあいろいろなことがあって会社を辞めることになりまして、はい、家にいる時間が長くなりました。でその時に全く自分には何もないなと思って開いてお母さん業界新聞を読みましたら、いろんな普通のお母さんたちが生き生きと活動されているっていうことを知って、はい、何か自分にもできることがあるかもしれないな、そんなすがるような思いでお母さん業界新聞を読んでいました。そうなんですね、はい、そしてそこをさらにまた一歩踏み出して、はい、世田谷版をって思われたのは、はい、やはりお母さん業界新聞に元気づけられて、うん、まずすごくファンに、新聞のことが大好きになってファンになりました、はい、でぜひぜひ作っている人たちに会ってみたいなと思い、お母さん業界新聞の編集部に訪れたり、ウェブサイトのお母さん大学に入学するなどして、仲間 を見つけて自分の子育ての悩みとか仕事のこと とか、うん、そういうことを相談するようになっていくうちに何か自分でもやってみたいなというふうに思いまして、世田谷版を出したいというふうに編集部の方に伝えましたところ、はい、じゃあやってみたらということで、2年前に、ね、はい、そうなんですね。今は何人の方たちが編集員、はい、はい、10人ぐらいいると言いたいところなんですが実は一人編集部で、そうでした結構佐藤社長あれですかね、他の編集局の人も一人とか二人ぐらいでしたかね。そうです ね、お一人二人の方が多いと思います。そうですね、はい、なるほど。でも小崎さんは書くようなお仕事だったんですか。そうですね、うん、今もフリーランスで書く方の仕事をやっております。あ、そうなんですか、はい、そのずっと続けてらっしゃったお仕事も、はい、そうだった。そうしたらそれをここに、この業界新聞のこの紙面に行って、はい、そこからはもう燃えたんじゃないでしょうか。もうすごく得意な分野ですからと言いたいところなんですが、やはりお母さん業界新聞に出会って、うん、やっぱり心で書くっていうことについて、なんか今まで何もしてきてなかったなっていうことを学びまして、心で書く、はい、要はなんか綺麗な言葉やかっこいい言葉を並べて私は書くことだと思ってたんですけれども、うん、はい、それじゃ全然伝わってないんだなっていうことに気づいて、それを機になるべく心で書く努力をしたいなと思っているんですが、未だ修行中です。うん、はい、そうなんですね。じゃあ今までのお仕事のものとはまた違うものが今ここで、はい、おそらくプラスアルファになっていると思います。息子さんは何ておっしゃってますか。お母さん子育てしてよかったねと言っておりますわ、はい、そうだよね。そうしないとお母さん業界新聞に会えなかったかもしれないって ね、はい、あれですよ、小崎さんのお顔はお母さん業界新聞のその何でしょう、はい、本社版ですか、はい、でね、お見かけしたことがあります。ありがとうございます。いや、会いたいって思ってたんです。あ、そんなあの記事を読んで、はい、ありがとうございます。こうしてね、東京に来ていただきありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます、はい、さあ、このお母さん業界新聞の活動について
どうぞ何かまた他にねもうお伝えしたいこと、はい、放送でということがありましたらどうぞ。はい、ぜひ世田谷区の方でも仲間を作って、はい、皆さんに笑顔になっていただきたいと思っています、うん、またせっかくのご縁ですので東戸塚と世田谷を何か つなげるようなことができればいいなとちょっと今日思いました、ね、どうぞよろしくお願いいたします、はい、社長あれですよね、はい、景品特選じゃなかった、今景品特選が渋滞だったので、ね、あれだったんですが、湘南新宿で車で先生でしたね、首都高じゃなく何でしたっけ、世田谷まで第三景品、はい、それを思い出そうとします第三景品で行くと何分ですかね、近いんじゃないですか、もう早いですよね、30分ね、うん、どうですよね、ぐらいでだから、はい、近いです、私も世田谷美術館大好きでよく行ってました、はい、そうですか、ありがとうございます、はい、じゃあ東戸塚にもまた小崎さんぜひ来てください、はい、はい、ぜひ、ね、はい、さあそれではいつもの宿題です、はい、町にあったらいいもの、はい、何でしょうか、東戸塚に町の保健室があったらいいなと思いました、うん、その町の保健室というのは心の保健室で、白衣の着てる先生とか専門家ではなくて、普通のお母さんたちが何でもうんうんってお話を聞いてくれたり、もちろん FM 戸塚が流れていたりそれからお母さん業界新聞が置かれていたり、うん、そんな、コミュニティというのでしょうか、うん、安らぎの場があればいいなと思いました。佐藤、うん、社長素敵です ね、 ね、はい、ハスポテ湘南さんが胸がこうググッときました、保健室はもしかしてねあれですね、ハスポット湘南さんの5階が保健室になってもいいかもしれないよ、ね、はい、今その様相を呈してますもん、はい、本当に、ね、はい、ありがとうございました。今日はお母さん業界新聞世田谷版編集長小崎千穂さんにお越しいただきました。そしてハスポット湘南の佐藤社長ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ハウスポート湘南。